直接行くとこうなるんだ。なんか一回やったね、それ。リングはフランカ。まだエピソード14か。結構だれてきたな。5展開が少ない。あれ、飛んでた。CFA の幹部であるイギリス人数名が同じ CFA のアフリカーナーたちに拘束されている。アフリカーナー。その中の一人が救出ターゲット、通称死者だ。ターゲットの居場所は不明だが、尋問を受ける時に通訳が立ち会うはずだ。消防班の情報から通訳の居場所を予測し、端末に送っておいた。通訳を尾行してターゲットを発見し、回収してくれ。あれ通訳？違うよね。あいつが向かってんの。え、っていうか、あれは ?DD も DH も来ないの？なんだよ、DD か DH どっちか。あ、これで来んのか。あ、せっかくだから D ウォーカー使ってみる？あ、楽しそうだもんね。よし、来い、D ウォーカー。あれ、どこに来るんだろう。ここに来るらしい。降ってくんのかな。要請しただけじゃダメなの。あ、なんか嫌な音してる。雨。え、なんの音。お、来たよ。なんだよ、びっくりした。バディ has arrived。ビビった。お、乗れた乗れた。こいつは一回あれだよな。これ何、麻酔銃を両方から出すの。行くぜ。あ、なんか速くなってる。これ使えんじゃね。結構速いし、車の方がいいけど。面白い装備ですな。これディオカ呼べるの？あ、なんかいるよ。これさっきのやつ？車の？アナリシスコンプリート。ビジネスライクな CFA のやつらが同じ CFA のメンバーを尋問するとはな。どういうこと？事態は相当に切迫している。やつら下手に刺激するとターゲットの殺害に踏み切るぞ。それはやめてほしいな。エネミープレゼンディテクテッド。せっかくゲットしたんだぞ。なんかすげえ嫌な音したな。これなら粛々とミッションこなせんじゃね。あれ、アフリカアンス語がその辺りの傭兵たちのリンガフランカだ。リンガフランカ。して情報を得るには通訳が必要だな。だが通訳はまだ回収するな。え？通訳がいなくなれば尋問もできなくなる。奴ら用済みと見れば躊躇なくターゲットを殺すぞ。アナリシスコンプリート。アナリシスコンプリート。なんだこれ、めっちゃ伸びてる。通訳を見つけたか。尾行してターゲットを探してくれ。あ、そのターゲットも欲しかったの？どう行くんだ？こうか。しゃがみはない。え、何これ？何これ？こんなモードあんのかよ。これ面白い。面白いな。どう行くんだろう彼らは。早く車？違うよね。なるほど、このモードで近づけば気づかれないっていうことが。アナリシスコンプリート。いや、こっちの行方が気になるんだ。
この辺入るのかな、どっか入んねえな。あ、なんか登ってる。え、どこ行くの。あ、入った入った。大手のプライベートフォース CFA の傭兵だ。お、入ってったよ。ビジネスとして傭兵をやっていこうという連中だな。所詮は俺たちの後追いだが。入りました。ここでなんか尋問すんの。待てよ、これさ結構このライト厄介じゃない。いつも殺してんだけど。え、なんでそんなとこ行ったや。当たんねえし。この音かかった。おいおいおい、もうこれ何、殺傷武器はついてねえの。この騒ぎで奴らターゲットの殺害に踏み切るかもしれん。やべ、急いでくれ。やべ、急げ急げ。勢い振ってくんじゃん。何をしている。通訳がいなくなれば尋問もできない。分かってるって。ターゲットを待って待って。武器を使うときは敵に気づかれぬよう慎重にだ。無理だ。あれ、ここにいたんじゃないの。え、どこ行った。あれ、通訳は？今いたじゃん。え、あれ追わないといけない。困ったことがあれば無線で連絡をくれ。上限できることもあるだろう。あれ、こいつじゃねえじゃん。すごい勢いで撃ってくる。戦争が始まったから。あ、やべ、これ辛い辛い辛い。いや辛い辛い。何あいつ盾持ってた。なんだこいつ盾持ってたぞ。うわ、ミスった。おい、落とそう。スネーク。マジか。CFA の幹部であるイギリス人数名が同じ CFA のアフリカーナーたちに拘束されている。その中の一人が救出ターゲット、通称シシャクだ。ターゲットの居場所は不明だが、尋問を受けるときに通訳が立ち会うはずだ。諜報班の情報から通訳の居場所を予測し端末に送っておいた。通訳を尾行して、アフリカンスゴがその辺りの傭兵たちのリンガフランカだ。尋問して情報を得るには通訳が必要だな。だが通訳はまだ回収するな。通訳がいなくなれば尋問もできなくなる。奴ら用済みと見れば躊躇なくターゲットを殺すぞ。通訳を見つけたか。尾行してターゲットを探してくれ。さあ、まあこいつらがどっか行くとこまでずっと見てないといけないってことでしょ。めんどくせえな。撃っちゃダメなのか。 D ウォーカー君意外と使えるんだよね。絶対照らされてるよね。撃ちたい、今すぐ君を。ダメか。撃たせてはくれないか。どこに行くんだあいつ。あれが通訳なのか。尋問するときに
こいつが呼ばれるからその瞬間を狙って突入ということか。結構遠く行っちゃったよ。ターゲットの居場所は不明だが尋問を受けるときに通訳が立ち会うはずだ。早く尋問しろよ。通訳を尾行してターゲットを発見し回収してくれ。尋問尋問。来ましたよ。でもこの中に人いねえんだもんな。休憩だよね。それにさっき騙されたわ。この中にいるんだと思って、やってたのに。休憩かよ。いいぞ。休憩終わり。終わらないっすね。ターゲットの居場所だが他の捕虜が何か知っている可能性もあるな。他の捕虜、つらいなこれ。アナリシスコンプリート。ずっと待ってないといけないのかな。アナリシスコンプリート。結構しんどいっす。しばらく待機ね。じゃあ頑張ろう。動きがないよ。あれがっつったよ。狙撃してみますか。気づかれぬよう慎重にだ。そんなことは分かってんだよ。だがしかし気づかれる運命や。やべ、一発目外しちゃったよ。気づかれなかった。気づかれてんじゃねえ。疲れた。警戒態勢に行こう。だってでもあいつ邪魔だったからな。アナリシスコンプリート。撃ってくる。まあこっちはいつでも行けるぞ。行ってやったぜ。ちょっと何言ってんのか分かんないですけどね。行くぜ。よっしゃ。でもヘッドショットじゃねえのか。あれでも死んだな。こいつくらいか。どこ行く、どこ行く。消えた。したら行ってみますか。朝になっちゃったよ。あの通訳をさっきも回収しちゃうか。めんどくせえし。俺絶対こっちにもいると思うもん。何しに行ったの。報告。使っちゃったや。やべ。ん？あ、危ねえ。ハゲ。喋るんだ。誰だお前。さよなら。
アフリカアンス語がそのあたりの傭兵たちのリンガフランカだ。尋問して情報を得るには通訳が必要だな。俺は分かってんだけどさ。Development complete. 開発を完了。つらいつらいつらい。増えてるし。Analysis complete. 待っていきますか。すごい勢いで来ちゃうよこれ。Development complete. GW. Development complete. やべ、普通にいた。ミスったミスった。盾持ってんじゃん。あぶね。これ盾ゲットできんのか。ハゲ。仲間はさよなら。たまには回収してみる。やべ、プルトン回収って見られるとやばいの。から来る？右左ズバシ。しゃあ君は見てしまったようだね。そしたらフルトンするしかないでしょ。行け。んっつったよね。聞こえたぞ。あいつ確保したら行こう。うるさいうるさい。出てきちゃったじゃん。なんだなんだ。あれ、俺こいつ落とさなかったっけ。やべ。やべ。バカなんだよ。やべやべ、なんでリロードしてんだよ。違うやべ。困ったことがあれば無線で連絡。困ってます困ってます。上限できることもあるだろう。来い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 。やばい、つらいつらい。来て来たか。いけいけいけ。一回逃げるしかないこれ。あ、まずい。これまずい。これ一人で行くっていうのはね。よっしゃー。敵撃ってくんじゃん、あの野郎。あいつ隠れてんの、敵兵のくせに。
めてきやがって。こちらピーコロ、まもなく現場に到着する。ヒット、よっしゃ。こちらピーコロ、現場に到着した。どんどん行ってくんねえかな。これより支援攻撃を開始する。よっしゃ、勝った。ほら、来いよ。頑張れ、ヘリ。ミサイル撃っていいぞ。ロケットの発射する。いけいけ。よっしゃ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 。あ、どこ行った。もう一回ぐらい行こうぜ。攻撃を開始する。対せよ。はい、いいっすよ。いずれもどうぞ。ここに残ってますよ。アナリシスコンプリート。よし、この大戦争は収束した。また勝ってしまった。さっきはよくも落としてくれたな。くそ。敵兵を捕捉、攻撃を開始する。どんどん行け。どこにいるの、ね、ところで。よしよし。実はここら辺から攻撃してきたのか。どこもやってくれたの。なんて今取らしてよ。頼みますよ、今取らしてよ。攻撃を開始する。どこにいんの、どこにいんの。どこでパーティーしてんの。結構あっちでやってんの。ちょっとよくわかんないところでやられてますね。これも破壊しといたらいいんじゃないか。攻撃を開始する。対せよ。あれ、違うべ。それだ。大丈夫。間違えちゃった。よしよし。対空レーダーを破壊したな。これで一気に有利に。敵の対空監視網に穴が開いた。これでヘリが近づけ、拠点周辺のランディングゾーンが使えるようになったぞ。どこで撃ってんの本当に。そっちにいるのね。敵兵を捕捉、攻撃を開始する。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。全滅させてやれ。制圧しました。なんか声がする。いたいたいた。ターゲットじゃないようだな。依頼によると、磁石以外のイギリス人は救出対象じゃない。
なぜその男だけが特別なのかは気になるが、ただ他の連中を回収しても問題はないはずだ。どうしたらいいんだろう。あれ、制圧したのにまだ攻撃してる。先ほど回収した捕虜、バーゲットではなかったが情報を得られた。捕虜の監禁場所と尋問場所は分けられ、捕虜同士の監禁場所も離されているらしい。支援攻撃を終了し、ランディングゾーンで退避する。銃座銃座、コモンメタル。この01って何だ。こちら B コード、ランディングゾーンに到着、退避する。了解。あれ、どこにいるの。いないよね。ちょっと待てよ。どうすりゃいいんだこれ。困ったなあ。あ、なんか入れたな。誰もいねえな。はい、そう。なんもねえじゃん。 BGM が変わったな。何かあるな。何があるんだ。いいんじゃない。端末を開いてる間も時は止まってくれない。見ながら移動もできるが、周りには気をつけろ。はい。もう弾切れ。そりゃそうだ。そろそろ見つかってもいいんじゃないか。結構長きことやってきたぞ。いない。いねえな。これ一件一件調べるのだりーぞ。資源はなんか大量にあるんだけど。それだけだな。いやー、なんかないの有力な情報は。頼むよ。え、これ全部探してたらマジ超時間かかんじゃん。それでもやれというのか。世知辛いよなんかな。リオカ来い。車に乗ってんのにひどいやつ。この辺まだ見てねえな。ぶつかったついでに見とくか。もともとはこの辺にいたんだもんね、あいつら。通訳。こちらピーコード、回収する対象が現れない。とどまるのは危険だ。一旦離脱する。ええー、それはいいと思いますよ。私も推奨します。それを。いません。コンテナを持ち上げらんねえんだろう。え、なんか来たし。え、なになになに、なんだよ。制圧したんじゃねえのかよ。ふざけんなよ。 P コードちゃんと仕事しろよ。こいつ起きたのか。またあったね。どうも。仲間はどこだ。
全然わかんねえじゃん。頼むよ。頼みますよ、本当に。本当に頼むわ。プレッサーを入手。で、ここにいるんじゃないとなると、ここにいるのよ。マジで。困ったなぁ。困り尽くしたぞ、これ。それはなんかさ、情報があるのはどこだっけ？これ？結構遠くから来たな、俺も。え、捕虜本当にいねえじゃん。もう通訳を尾行するわけにはいかない。ええ。あとはあんたがターゲットを見つけるしかない。あ、マジで？ヒントは？通訳を尋問するのはどうだ？ターゲットの場所さえ分かれば、先回りして救出する目はある。通訳いないんでしょ？捕服中に武器を構えると、左右に平行移動ができる。教えてくれよ。素早く移動することもできるぞ。わ？見たっけ？通訳を尋問するのはどうだ？通訳はどこに？ターゲットの場所さえ分かれば、先回りして救出する目はある。違うの？おい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 、え、やっぱこの付近なの？ここさっき俺全部見たよね。見逃してたかな。そんなアホなことしてないと思うんだけど。助けて！いたよ。ミスったよ。見捨てた。お前かよ。ずいぶん長い間手間取らせてくれたな。よし、行け。もう離脱離脱。あ、間違えた。ピックアップしてほしいんだ。ターゲット回収を確認。ホットゾーンを脱出してくれ。ヘリでも陸路でもいい。分かった分かった。もうああ、なんかあった。え、どこ？いやー、長かったね。つうか、通訳俺さ、回収したと思ったんだけど、あれじゃなかったのかな？ってことは、俺もう通訳手に入らないのか？それともまた前みたいにやりゃいいのかな？もう一回。そしたら生きてるからな。いやー、ようやくランディングゾーンに向かえる。長かった。いや、俺が全面戦争を仕掛けたのがそもそもいけないんだ。来たかな。君も大変だったな、D5か。夏任務でいきなりこれか。いや、大変だよ。ダイナミック形式。何を喋ってんだろこれ。こいつの通訳が欲しいよ。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。 D ホースより何言ってんのか分かんない。おーい、久しぶり。さっき一機ダウンしてたよね。まさにブラックオフダウン。こちら P コード、ランディングゾーンに到着。よっしゃー、帰るぜ。うー、お疲れした。あー、長かった。長かったね。実に長かった。ユニットファンクションエクストラクション arrived at mother base。そうか。なんかめっちゃ増えた。開発条件 DO か。DO か持ってるよ。いやー、長かったー。さあ、回収した試着だが、他のイギリス人から話を聞いたところ、とんだ食わせ者だった。どうもこの男、CFA
FA を反政府勢力のウニータから政府側の MPLA に鞍替えさせ、その見返りに MPLA の油田利権を手に入れようと目論んでいたらしい。あるやつだな。そしてそれをアフリカーナーたちに隠していた上、立場が危うくなると他のイギリス人のせいにして逃げようとした。なるほど。最後には捕らえられた挙句、自分だけが俺たちに助けてもらおう。最低だ。ひとまず映像にぶち込んでおくが、こいつの説得には骨が折れそうだ。殺すしかない。それからボス、子爵から興味深い情報を得た。最近 CFA や近隣の PF が相次いでウォーカーギアを購入しているらしい。ウォーカーギア、あれはソ連軍の新型兵器、うんうん、しかもまだプロトタイプだ。これ超厄介なやつだ。横流ししているのはサイファーしか考えられん。そうだろうね。だが一体何のために。あいつら謎の行動ばっかり取るよね。あれやっぱり回収してるじゃん。あれこれ通訳ではないの？違うんだ。よくわかんねえな。通訳どうしよう。ミスター。ボス、俺たちへの依頼の中にウォーカーギアに関係するものがあった。ほうほう。これはサイファーに迫るチャンスかもしれん。じゃあ次回ちょっとなんかイベント起きそうだね。さあ長かった。次回はまたメインミッション進めていきます。じゃあ長い間お疲れ様でした。じゃあまたお疲れ。